国鉄滝3200経過者は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式と同じ専用種別の多差5900型についても本項目で解説する。本形式は、 液カモノミチルアミン専用の25トン石タンク車として1977年2月23日から1979年12月14日にかけて3ロット3両が日本車両製造1社にて制作された。記号番号表記は特殊表記符号を全一し、お滝と表記する。さらにタンク体右側形式番号上に連結注意が表記された。 液化モノメチルアミンを専用種別とする形式には、他には、ダセ5900系の一形式があるのみである。1979年10月より化成品分類番号を、毒年26.3が表記された。専用種別の液化モノメチルアミンは赤色、毒は黒色、年は赤色、26.3は白色で、それぞれ表記されている。落成時の所有者は、 東京化成品、三菱ガス化学、日本石油輸送の三社であり、その常備駅は、白新線の荒崎駅、福島県の郡山駅であった。1八十七年五月に一両が、三菱ガス化学へ、名義変更され、本形式所有者は二社体制になった。二役方式は、マンホール弁式であり、図色は、灰色、全長は一万六千百ミリメートル、 全幅は 2500mm、全高は 3820mm、台車中心間距離は 12000mm、自用積は42.2立方メートル、自長は24.0トン、換算量数は、赤車5.0、空車2.4、台車は TR211 バイトまたは TR216 バイトであった。1987年4月の 国鉄分割民営化時には、全社が JR 貨物に継承されたが、1995年9月に最後まで在籍した2両が廃車となり、同時に形式消滅となった。最後まで在籍したお滝3万200、おたき万2 0 0おたき万2 0 1の末期は、荒崎駅構内に留置され、旧車状態が続いていた。各年度による製造日、製造会社、 両数、所有者は次の通りである。1969年4月22日に多差4100型より2両の専用種別変更改造が、日本車両製造にて行われ、形式名は新形式である、多差5900型として落成した。同年10月21日に1両が同じく、日本車両製造にて、追加改造され、合計3両が運用された。 落成時の所有者は、日東化学工業、日本ガス化学工業の2社であり、その常備駅は、東海道本線貨物支線の新港駅、白新線の荒崎駅であった。2役方式は、マンホール弁式であり、塗色は、灰色、全長は 16000mm、全幅は 2400mm、 全高は 3850mm、台車中心間距離は 11900mm、事業席は33.4立方メートル、地上は30.0トン、換算量数は、積車5.0、空車3.0、台車は TR41C であった。1978年に三菱ガス化学所有の2両が廃車となり、以降の運用は、多機3200型に託された。 1985年12月26日に最後まで在籍した一両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造日、改造会社、両数、所有者は次の通りである。ありがとうございます。